してます。感想お願いします。ビンビンビン。ということでお便りありがとうございます。いやーね、この記事見させていただきましたよ。ネット記事ですけど、なんかスカイピースの裏方の方々、通称スカイチームっていうらしいですけど、から6名ですか、いっぺんに脱退することになってということで、まあこの記事では脱退ではなくて卒業っていうような表現が使われてるんですけど、まあどっちも変わらんやろってことで、でまあそれはよくて、その中で残業代が未払いがありましたよと。でまあそのことを認めて、お二方が未熟な部分がありながら経営をということで謝罪してますと、はい、言ったニュースでして、まあどこまでが真偽かわかんないけど、まあ、とりあえず残業代の未払いがあったっていうのと、裏方の6人が一斉退職したよっていうことについて、まあ言及していこうかなと思います。というのもね、まあ最近僕も編集者を辞めたじゃないですか。それであんま人ごとじゃないなと思って、普段ねこういうなんか YouTuber 炎上騒動みたいなリクエストがあっても、どう思いますかみたいなリクエストがあっても拾わないんですけど、今回ばっかりはちょっとタイムリーで、僕もね辞めたタイミングでしたので、はい、拾わせていただきました。でね、まずちょっと言わせていただくと、口がね悪くなっちゃうんですけど、本当にこのガキの集まりなんだよね、この人らって。未熟な部分がとかって言ってるけど、お前ら年いくつだよって話じゃん。もう大の大人が集まってさ、もう30とかそんぐらいでしょ。でね、まあどういう人生を今まで歩んできたのかとかっていうのは存じ上げませんけど、もうなんか YouTuber 多いよねこういうのが。本当に自分もさ、こう YouTube に動画を上げてる身としてちょっとうんざりしちゃうよね。っていうのも、もう本当にしっかりしてくれよって思う。そのさ、コラボ依頼とかもそうだよ。いきなりさ、会ったこともない人にコラボお願いしますか DM 飛ばしてきてさ、いやあのコラボっていうような、なんか気軽に軽い感じで言ってますけど、要は一緒にお仕事するってことですからね。それはもちろんこっちの住所が相手に知られたり、まあ逆もしかりですよ、相手方の住所とか秘密っていうのをこっちが知ったりっていうこともあるので、秘密厳守っていうところもあるし、まあその外部に流せないようなお互いの情報っていうのを知るわけですよ。簡単なね、一回のコラボ撮影にしろ、いろいろなことをお互い知るわけで、まあ、人柄がどうとかじゃなく、そのシンプルに情報として知ってしまうわけじゃないですか。ってなったらもちろん外部には漏らせないし、いろいろ発言っていうのはわきまえなきゃいけないので、社会人としてっていうか、まあ大人としてね。別にこれは大人だからダメとか子供だからいいとかっていう話じゃなく、まあ一人間としてわきまえっていうのはとっても重要なんですよ。思慮分別って感じですね。どこまで何をしていいのかっていうところの判断っていうのはできてもらわないと困るんですよ。一緒にお仕事をするっていうのはそういうことですから。ね、まあコラボみたいな可愛い表現使ってますけど、確かにね、そのコラボ撮影は書類とか、まあ、企画提案とかっていうのも割と大雑把でもできるし、そのね対談とかっていう簡単なものだったらカメラが1台こう目の前にあるだけでできてしまうので、すごい気軽にできるものかもしれないですけど、とはいえこう公に発信するものですし、一応映像作品として残るわけだから、もうそれは立派なお仕事と言えるし、やっぱそこには責任とかもあるし、それなのにもかかわらず軽く考えてる人がちょっと多すぎるなって思うよね。まあいいんだよ、友達とか、まあある程度ね親しくなったら軽く、あじゃあ来週コラボしようぜとかって、まあいいと思うし、全然ねこの先僕もそうなる可能性ありますけど、現状知らない人同士っていうのもあるし、まあ仮に認知してたとしてもそこまで信用は置いてない、信頼関係は築けてないっていうところで、やっぱねその手順は踏むべきなんじゃないかなと思いますが、ちょっと脱線しちゃったんで戻りますけど、ねまあそのガキの集まりなんだよっていうちょっと辛辣な言い方しましたが、まあちょっと彼らと会ったことないんでよく認識は知らないですけど、会社経営舐めてるんじゃないかなっていう感じはちょっとしますよね。ねえ、だってその3、4年前って世の企業、特に中小企業とか大変だったじゃないですか。いるんですよ、身近にも。その昔の父親の知り合いで、まあ僕がちょっと昔お世話になったりとか、ね、子供の頃お手伝いに行ったり、見学に行ったりっていうことをさせていただいてた社長さん、まあ昔の父親の知り合いですけど、とかと、まあ僕は今でもつながりがあったりして、
で、まあたまに、ほんとたまにですけど、連絡を取ったりすることもあって。でね、倒産っていうのも、まあ何個か見てきたし、で、その知り合い、まあ父親がちょっと当時社長だったっていうこともあって、まあ社長つながりの方が多かったんですよ。中小企業とかの。でね、まあその方々が倒産してるっていうのを隣で何件か見てますし、まあね、その経営の大変さっていうのは、僕は経験してないにしろ隣にいて目の当たりにしているので、本当に大変なものなんですよ経営って。でね、なんかそんなスカイチームだかなんだかよくわかんないですけど、なんかその部活とかサークルの延長みたいなノリでやっていけるような世界じゃないんですよ普通はね。普通はまあやっていけるとこもあるだろうよそりゃね。だってこういう業界にいたら数字さえ取れてる時はもう成功と言えるわけじゃないですか。だから波に乗ってる時は別にそんなね、部活みたいなノリの延長でもやっていけるし、その時は羽振りがいいだろうから全然周りのメンバーの不満もないだろうし、多少緩くグダグダになったとしても、まあ成功してるからっていうところで気持ちに余裕が出るし、だからトラブルにはなりづらいと思うんですけど、だからこういうさ、経営状態が悪化してる時だよね、この右肩下がりになってる状況とか、なかなか調子が上がらないな、調子悪いなっていう時に、やっぱ人の本性っていうのは出るもので、そういう時にさ、部活乗りとかサークル乗りの延長でやってたら、そりゃ無理だよねっていう、そんな感じの緩さで荒波を越えてくるほど世の中甘くはないよって僕は思います。その友達だからみたいな、メンバーだからみたいな感覚で乗り切れるところには本当に限界があるというか、まあ、仮に友達だったとしても融通聞く部分聞かない部分っていうのはあると思うし、まあ確かにこの仕事上の関係だけの人よりも私生活でも関わりがある友達関係の方が、まあ、融通聞く部分っていうのはあると思いますよそりゃ、関係性があるから。でもだからってね、その金銭とかって特にシビアな問題じゃないですか。そういうところの融通とか、まあ甘えっていう方が適切かもしれないですけど、そういうのはなかなか厳しいんじゃないかなと僕は今考えてますけど、まあやっぱね、うまくいってる期間が長かったり、その年齢をね早くして成功してしまうと、あまりそういうところの認識がないのかなと、あったとしてもあまり危機感は持っていないのかなと今回の件を見て思いました。今回の件を見てというか、まあずっと前から思ってたけど、まあ、やっぱこう浮き彫りになってきてさ、答え合わせになるじゃないですか。あ、やっぱそうだよねっていう。まあね、こういうこと言うと全部お前後付けだろとか、後出しだったら何でも言えんだろとかっていう人がいるかと思いますけど、まあまあそう思いたい方はそう思っていただいて結構でございます。でもまあ僕のポリシーを一応伝えておくと、過大評価っていうのはすっごく嫌いで、まあ過小も嫌だけど、どちらかというと過大評価をされるのが僕はすっごい嫌で、するのも嫌だしされるのも嫌なんですよ。まあなんで嫌いになったかっていう理由を話すとちょっと長くなるので今回は省略しますけど、まあとりあえず僕は過大評価を受けるのがすっごく嫌いですよと。というわけで僕は自分を過大評価されるような発言っていうのは絶対控えるんです。だから当然見栄も張らないし、自分をこう大きく見せるような嘘っていうのは絶対つかないんですけど、まあね、それすらも信じれないって方はまあそれで構わないです。まあというかどっちでもいいです、それは皆さんにお任せしますんで。でね、この給料未払いとかね、一斉退職だとか、裏に何があったのかわかんないですけど、まああんまり心地穏やかじゃないんだろうなっていう感じはしますね。その後のメンバーの X でのポストも見たんですけど、まあ皮肉じみたというか、悪意がこもったような内容もありましたし、昔はどうか知らないけど、少なくとも最近の関係はあんまり良好じゃなかったのかなって感じがします。まあそんなところはどうでもよくて、まあやっぱりね、その代表取締役とか CEO としてね、やっていく人とかはまあちゃんとした認識を持っておかないといけないし、まあ彼らに経営理念があったのかどうかは知らないけどね、ほんとそういうのは表には見えないけど本当に大事なところだし、あとまあ私生活と仕事上でのメリハリっていうのも大事だよね。確かに YouTuber とかこういった職業の方たちはそういった部分が混同しやすいから難しいところでもあるんだけど、まあやっぱり仕事は仕事、遊びは遊びっていう区切りがつけられないと、まあね、こういったトラブルになりかねないし、金の切れ目が縁の切れ目とかっていう言葉もあるように、本当にお金はシビアな問題なので、まあその貸し借りなんだっていうのは勝手にね、個人間でしてくれればいいんだけど、会社と従業員っていう立場でそこがズブズブになってしまうと、まあそれは長くは続かないよねってなるよね。
でね、まあその CEO とかいろいろチーフなんたらって方々が仮にそんな有能じゃなかったとしても2番手3番手にまともな感性持ってる人がいれば組織っていうのは前に進んでいけるはずなんですよ。でもまあ崩れてしまうっていうことはやっぱり周りの人たちもあまり出来がよろしくなかったのかなって感じがしますし、実際わからないですよ、わからないですけど、まあそういった印象にねなってしまうのは仕方ないことだし、まあだからどうってこともないんだけど、チームがなんだメンバーがなんだって言ってますけど、結局はまあその程度の関係だったのかなって感じがしましたね。やっぱりね、その調子がいい時って人が寄ってくるのは当たり前なんですよ。でいい顔してくれるのも当たり前なんで、一番大事なのはその調子が悪い時にこそそばにいてくれる人たち、そういった人が本当に深い関係性の人なのかなって僕は思うので、ね、日常的にどれだけ遊んでるとか関係なく調子の悪い時にこそ隣にいてくれる人を大事にすべきかなと僕は思います。なんでまあ今回の炎上に関してどう思いますかっていうと、まあガキの一言ですね。はい、それ以上でも以下でもありません。こういったリクエスト、お便りいつでもお待ちしておりますので、ぜひ送っていただけると幸いです。まあ答えるかどうかはさておき、一応全部目は通すので、はい、ぜひ何でも送ってみてください。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。